こんにちは、いおりです。今日はテニラビ初期の初期のイベントストーリーを見ていこうということで、シークレットホーリーナイトのイベントストーリーを見ていこうと思います。これが最初のイベントストーリーですね。楽しみですね。じゃあ早速行ってみましょう。なんかもうエピローグみたいな BGM 流れてるけど大丈夫かな。とにかく大赤や本当に見たんすよ。なんだろうね、これクリスマスっぽいテーマっぽかったから、なんだろう、サンタの話かな。マジで昨日の夜フラッと飲み物買いに行ったらマジでいたんですって。いや、マジでサンタの可能性出てきたぞおお当てちゃったよ。サンタクロースがいたのか。ちょっと別に何でもないシーンちゃ何でもないシーンだけど、全画面しとこう。サンタいたのか。BGM 止めんな。朝から何言ってやがる。おいおい、もう練習始まるっちゅうのにまだ寝ぼけてるんか。赤やもう一度顔を洗いに行くか。柳先輩、はあみんなに言われてる。目覚ましてこいよ。みんなめっちゃ言うじゃん。え、ダメ？中二で信じてちゃやっぱダメか？なんか言えよ。なんか言えよ。くそちょ、なんだよみんなして。俺の言うこと信じてないんすか？いや。そりゃ信じられないのもわかりますよ。まだクリスマスじゃねえし、そっち？時期的な話で言ってるんじゃないんだと思うんだよな。せやない。いや。気にしてんのそこちゃうわ。本当だよ。もうどうしても勇士が出てくる前に突っ込んでしまうな。あのな、だから夢の話だろ。ああなるほどね。はあ、寝ぼけてないし夢でもないって。マジで見たんだよ。おう、そうか。うん、てめえが見たやつがサンタだっていう証拠はあるのか。うん、おお、なんで黙ってんだと思ったらそういうことか。実は俺も見たんだよね。マジか。お前も？ふむ。これで目撃者が2人になったな。これは一気に信憑性が跳ね上がるのでは？マジかよ。桐原一人じゃ全然誰も信じねえのにさ。イブ君が加わった途端これよ。本当なのかシンジ。これ逆に赤や怒んじゃない？何？俺のこと疑ってる。確かに嘘っぽいかもしれないけど、本当に見たんだよ。うん。神尾と自主練した帰りにレストランのあたりで赤い服着て白いひげ生やした人をさ、もうサンタだね。そいつはサンタだ。うわあ！そいつだ。俺もレストランの近くで見たんだよ。ジュース買った帰りに。おお。おいおい、まさか本当にサンタが来たっていうのかよ。同日に目撃しただけでなく、その場所も同じとは興味深いな。うん、まあ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 、ようやく興味持ったか。ああ、そいつが何者か調べてみる必要がありそうだ。おお、後でも。ん？後で、まさかお前サンタ捕まえる気か。捕まえるの。はあ、そもそもサンタってそんな簡単に捕まるんですか？捕まえるので意見一致してんのかな。しかし一説ではソリで空を飛ぶという、もしそうだとしたらかなり困難だろうな。いいんだよガチで考えなくて。ん？は、どんなサンタだろうと関係ねえ。そう望むところだ。俺様がその正体を暴いてやる。結局夢壊しに行くんかい。あ、というプロローグだったのね。いや、ちょっと面白そうだね。よし、じゃあサンタ捕獲大作戦第1話いきますか。ん？サンタ捕まえようぜっていうノリは、なんか結構中学生っぽいノリが感じられるな。来ねえな。今朝、奴らが話していた通りなら、ここにサンタが現れるはずだが。おう。カバジ。紅茶のおかわりだ。ティータイムだったのかな。
うし。おい、カバジ。はあ、まさかほんまにサンタ捕獲の張り込みやるとは思わへんかったわ。しかも優雅にティータイムしながらって、ほんとだよ。ガクトもなんか変な目で見てんぞ。たく。サンタなんているわけねえだろ。妙な噂を鵜呑みにしやがって、って思うじゃん。でも二人いいんだぞ、その証言者が。ほう。とか言いながら、しっかり握っとるそのカメラは何や。やる気満々じゃねえかよ。な、うるせえ。万が一って可能性もあるじゃねえか。じゃあいいじゃん。サンタ、会えた。ジーロー。ふん。ジローまで必死になってスイマと戦っとるし、サンタの人気も大したもんやな。ほんとだね。まあでも、中学生っつったらまだ、あ、でもサンタからもらうって感じではないか。クリスマスプレゼントはあっても。え、寝た。寝た。くそくそ。だ、何も怒らねえじゃねえか。ガクト。落ち着きや。うん。まあ確かに、そろそろ消灯の時間やし、ジローも寝てもうたし、このままおってもしゃあないかもしらんな。うん。仕方ねえな。今日はもう引き上げるか。お、今日は撤退か。カバジ。ジローを部屋まで運んでやれ。うし。このジロー運搬係なんだよな、いっつも。くそ、せっかく粘ったのに収穫なしかよ。期待しとったのに残念やったな。期待してたもんね。だから別に期待とかそういうんじゃねえっての。日吉はまだか、日吉は。といううさんくさい話には日吉はつきものだろう。収穫はなしか。ん、おい、そこにいるのは誰だ。お、誰だ。あ、おお、手塚。手塚、アトベやったね、手塚に会えたじゃん。よ。こんな時間に一人でどうした。散歩ってわけじゃねえんだろ。うん。あ、サンタが出るという噂を聞いて見回りをしていた。不審者だったら問題だから。そういう問題なの。サンタが気になってきたぜとかそういうことじゃないんだ。本当に真面目すぎて。そういう風になるか。てめえも同じ考えか。同じではないと思うな。この環境に不審者が忍び込む隙があるとは思えねえが。まあまあまあ、確かにな。ドーベルマンに食いちぎられて終わるよ。どうした、手塚。いい考えがある。てめえも乗るか。お、なんだ。うん、話による。そうだな。耳を貸せ。お、わ、気になる。はい、じゃあ第2話いきましょう。おい、なあなあ、お前ら聞いたか。昨日手塚さんと後部さんもサンタに会ったんだってよ。会ったの。会ったの。ああ、ああ、聞いたが。おう、落ちたよ。それ本当なのか。うん、本当だって。もう4人も見てんだからな。まあそうだな、もうほぼ本当と言っていいんじゃない、それは。はあ、そうだ、こうしちゃいられねえ。すぐにパーティーの準備をしねえと。目撃者の中でも意見はバラバラっすね。うん、パーティー。ええ、クリスマスに盛大なパーティーを開いたらサンタが来るとかいう噂があるらしい。ええ、そうなの。良い子が寝てたら来るんじゃねえのか、サンタは。そういえば先輩たちもそんなことを話していたような。だがパーティーとサンタに何の関係があんだ。よくわかんねえけど、儀式みたいなもんじゃね。ゲームでモンスターを召喚するみたいな。おい、サンタはモンスターじゃないだろ。そのモンスターはサタンだろ。とにかく、ああ、もうごちゃごちゃ言わずに、とにかくパーティーすりゃいいんだって。そうっすか。見てろよサンタ、すっげえ最高なパーティーをしてやる。まあ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 。柳、すごい見てるじゃん。柳。おお、雪村、どうした急に。どうも柳。
ふむ。噂の発信源が手塚と後部というところが気になるな。ほう。え、まさかドキサバのようにまた騙されてんじゃねえかって気がしてきたか。しかしあの二人が具体性に欠ける噂を流すとは思えない。うん、うん、俺もそう思うよ。やっぱり何か裏がありそうだね。あー、裏がね。